タケラジ公式アプリズームタケラの Android 版がリリースされました。アプリで勉強方法がわかります。詳細は概要欄から。タケラジ教務長の中森です。タケラ塾教務部英語科課長の森田です。今回はですね、はい、多分みんなが聞きたいであろうお話なんですけれども、うんうん、英語が得意な人におすすめしたい早稲田の学部ってどこかって話をちょっと。なるほど、はい、いくつぐらいあります？ちなみに2つ。いっぱいあるけど2つ、はい、どこだと思います？武田塾チャンネル。でも英語って言ったら国際教養ってイメージが。一つは正解です。なるほど、国際教養なんですよ。もう一個が意外なんですよ。社学。実はですね、商学部なんですよ。おー、なるほど。国際教養ってやっぱり英語命みたいなとこじゃないですか、はい、すごく英語ができる人が多い、それ間違いないんですけど、はい、実は逆転合格がしやすかったとこだったんですよ、はい、国語とか社会が簡単なんですよ。確かに簡単ですね。で、はい、簡単なのに平均点とか低いんですね。おー、みんな英語できないからって避けるんですね。英語が強い人たちが集まってて、はい、国語社会がしょぼい人たちが行くんですよ。それが可能だったんですけど、ついにですね、来年から共通テストに変わるので、国語社会が共通テストで取らなきゃいけない。共通テストでやるってことは差なんかつかないですよね。つかないですね。早稲田国際教養は2020年から英語で完全勝負の学部になります。これまでは知ってる人だったら英語以外で逆転も可能だったというか、英語できるのは大前提だけど、意外と英語以外で勝負決まってることも多かったかもしれない。 そしてまあ4技能ですよね。英検1級はちょっとやっぱあまりいないそうですね、合格してる人たちの中で。英検準1級を持って受ける人が多い、それで合格した人が多いってことなんで、早稲田国際教養を目指す人は英検準1級は絶対に持っておいてほしいなって思いますね。これの学部って他学部とあんまり併用しづらいというか、そこだけ変わってるじゃないですか。結構そこが対策の時間が取られるっていうところあります。特に英作文が政経とか法って、まあ、ちょっと法はえーってなる時が出てきてますけど、トピックはまあ政経なんかもやっぱ予想しやすかったなんですけど、国際教養何出るか分かんないと。そこで帰国子女とかも教えたりするんですけど、難しいって言ってましたね。やっぱそこは英語にプライド持ってる学部って感じですね。そうですね。あとは小説が出てきたりとか、そうするともう手も足も出ないんですけどっていう悩みをよく聞きますね。はい、一方商学部、はい、これはね、英語得意だったら例えば文学部とかね、文化構想とかなんじゃないかって思う人も多いかなと思うんですけど、僕のね別人格でですね、森哲っていうのがいるんですけど、はい、別人格別人格好きですねみんな、はい、そのチャンネルでですね、早稲田に詳しい人がですね、はい、出てるんですけど、研究してもらいました。もう今までの早稲田に合格した人たちのものを調べた時に、はい、狙い目は商学部だっていう結論になったってことなんですけど、商学部ですね、配点見ると80、60、60で別に英語が高いわけではないんですね、はいはいはい、そうですね。だけれども英語が平均点40を超えることがまずないと。平均点が30点台っていう形になってるわけですね、はい、さらに問題数が多いんですよ。問題数が多いので一個一個の点低いんで、きちんとできる人がコンスタントに点を取っていける。だから商学部は狙いやすいって言ってますね。さらに国語とかですね、平均点が高いんですよ。社会はどんどん優しくなってるっていう傾向になってるので、英語で勝負をしやすいところだって言ってますね。国語社会で差がつかないから英語が取れちゃったら超有利になると。そうです。一番人気の学部でまさかの英語がそんなに重要だったとは。結構その早稲田のイメージって慶応と比べてやっぱ英語がそこまで重視されてないというか、他の科目でもなんとか勝負できる感がありますが、実は商学部が英語大事だったという。英語って言えばなんか慶応とか上智って思ってますけど、はい、早稲田の方が英語はそうして難しいですから。そうですね。みんな解いてない人がいろんなこと言ってますけど、実際解いてみてください。早稲田の方が難しいです。理工なとか社学とかもぶっ飛んでますからね、はい、森田先生言い出してからめちゃめちゃみんな言うようになりましたもん。そうですね、流行りましたよね。流行りましたね。難しい説、それまでなんか慶応法学部だとか言ってて、はい、いやいやいや、レベチです。理不尽って感じ。そうそう、理不尽です。本当に、はい、ネイティブ解けないです、はい。まあ、こんな感じでね、あのいろんな大学の中でもやっぱその似たような問題とか出題傾向であったとしても差があるってことはね、いろいろ見ていきたいと思いますので、はい、ぜひね、参考にしてみてください。今回は以上です。先日私高田が武田塾高松校に行ってきました。カフェスタイルのおしゃれな教室で、さらに働いてる先生たちもすごくいい先生たちばかりでした。ぜひ皆さん、武田塾高松校の動画概要欄から見てください。